銀河の形成と進化に関する研究は、均質な始まりから不均質な宇宙が形成される過程、銀河の境地的な変化、近傍の銀河で観察されるような多様な構造の形成過程等に関して行われてきた。宇宙物理学の領域においても最も活発な分野の一つである。銀河の形成はビッグバン後の小さな量子揺らぎの結果として、 構造形成理論に従って生じたと考えられている。観測される現象と適合するこれの最も単純なモデルはラムダ CDM モデルであり、銀河の集合や融合によって銀河は質量を獲得し、また形や構造が決まったとされる。ビッグバン直後には宇宙は非常に均質であった。これは宇宙マイクロ波背景放射の観測で確認できる。 この頃、宇宙にはほとんど構造はなく、銀河もなかった。そのため、初期の滑らかで均質な宇宙から、どのようにして、今日のような不均質な宇宙が生じたのかという疑問が生じる。このような構造が生じた過程に関する、近年の最も受け入れられた仮説は、今日見られるすべての構造は、 初期の宇宙の密度のわずかな不均一性から生じたとするものである。そして、冷やされた暗黒物質の塊が凝縮し始め、その中でガスが凝縮し始めた。初期揺らぎは重力によってガスや暗黒物質を密度の濃い領域に引き寄せ、こうして後に銀河となる種が形成された。このような構造の中から最初の銀河が生まれた。 宇宙はほぼ水素、ヘリウムと暗黒物質で占められていた。また、最初の原子銀河が形成されるとすぐに、その中に含まれる水素とヘリウムが集まり始め、最初の恒星が誕生した。などという説明が多い。2007年、ケック天文台のカリフォルニア工科大学のチームは、宇宙ができて、わずか5億年である132億光年の彼方に6つの、 恒星からなる銀河を発見したまた、2011年1月には、ビッグバンから4億8000万年後にあたる130億光年、離れた場所に銀河が発見された。また、宇宙は、形成直後には、非常に活発であり、銀河は低質量の銀河を吸収しながら急速に、成長した。この過程の結果、近傍の宇宙に銀河が分散していったなどと、 説明される。銀河は宇宙において独立した存在ではなく、宇宙全体に大きく、網を張るような構造を作って分散している。網の目に当たる地点は、宇宙初期の小さな密度の揺らぎがあった場所であり、密度の高い銀河団が形成される。それゆえに、銀河の分布は、初期宇宙の物理学と密接に関連している。なお、盛んに、 すべての銀河の中心部には、超大質量、ブラックホールが潜んでいる、ということが、明らかになってきたなどと指摘されるようになっている。銀河の形成とブラックホールの形成の因果関係については、星がたくさんできたので、中心のブラックホールが大きくなれたとする仮説と、まず巨大なブラックホールがあったから、その周囲で星の形成が、盛んになったのだとする仮説があり、 つまり二つの異なる方向性の仮説が提唱されており、一種の鶏が先か、卵が先か、論争にも似た議論が起きている。どちらの仮説がより妥当なのか、実際の観測によって確かめようとする試みが行われている。フランスの天体物理学者、ダビッド・エルバズが率いる研究グループが、ヨーロッパ南天天問題の大型望遠鏡、 VLT を使って、クエーサー HE0450 から2958を観測し、これが銀河の中になく剥き出し状態になっており、少し離れた場所に星の形成が盛んな銀河を発見した。エルバズは我々の研究が示唆していることは、巨大ブラックホールが星の形成のトリガーとなり得るということであり、ブラックホールは自身のホスト的銀河を 作っている、ということである。こうした関係は、なぜより大きなブラックホールを抱える銀河にはより、多くの星があるのかという問題についても説明を提供してくれるかも、しれない。と述べた。非常に薄い円盤を持つ NGC891、銀河の形態のハッブル分類我々の銀河系を、含む銀河の構造に関して観察される性質には、 次のようなものがある。典型的な渦巻き銀河である、M101 別の銀河と衝突して歪む、渦巻き銀河 S510G13。衝突した銀河が完全に吸収された後、歪みは消失するが、数百万年かかる。円盤銀河の主要な性質は、非常に薄く、高速に自転し、しばしば渦巻き構造を持つということである。 この銀河の形成に関する説明の一つは、局所的に非常に多くの薄い円盤銀河が形成されたというものであるが、円盤は非常に壊れやすく、他の銀河と融合するとすぐに円盤が壊れてしまうというのが問題である。1962年、オリン・エッゲン、ドナルド・リンデンベルト・アラン・サン・レージは、 巨大な分子雲の崩壊によって円盤銀河ができるという理論を提案した。分子雲が崩壊するとガスは急速に回転する円盤状になる。トップダウン形成シナリオとして知られ非常にシンプルであったが初期宇宙の観測がボトムアップによる形成を強く示唆していたため広くは受け入れられなかった。より小さな物体が集まって 銀河を形成したという仮説は、レオナルド・サールとロバートジンによって初めて提案された。より最近の理論では、ボトムアップの過程で暗黒物質の銀河波浪が集まったというものがある。初期の銀河は、ほとんどがガスと暗黒物質でできており、構成は少ししかなかった。小さな銀河を飲み込んで銀河の質量が増えてくると、 暗黒物質の大部分は銀河の外側に集まるようになる。これは暗黒物質は重力のみとしか相互作用できず分散しないためである。しかしガスはすぐに相互作用して急速に回転し始め非常に薄く回転の早い円盤になる。現在でもどのような過程で銀河の収縮が止まったのかは明らかになっていない。実際に 円盤銀河形成の理論は円盤銀河の回転速度や大きさについて説明できていない。新しくできた構成からの放射や活動銀河核が円盤の収縮の速度を緩めたという説や暗黒物質の銀河波浪が銀河を引っ張り収縮を止めたという説も提案されている。近年銀河の進化における銀河同士の融合について注目が集まっている。 銀河系自身も、現在引き裂かれて、銀河系に飲み込まれつつ歩いて、ザワイショ円ダエン銀河という、小さな友銀河を持っている。この種の出来事は、大きな銀河の進化の過程ではよくあることだと、考えられている。いて、ザワイショ円ダエン銀河は、銀河系の円盤に対して、ほぼ直角に好転している。現在はちょうど円盤を横切っているところであり、 構成が剥ぎ取られて銀河系の銀河波浪になっている。このような融合は新しいガス、構成、暗黒物質を供給する。この過程の証拠は銀河の歪みや流れとしてしばしば観測されている。銀河形成に関するラムダ、CDM モデルでは宇宙の円盤銀河の数が過小に算出される。この理由はこれらの銀河形成モデルは 多数の融合を予測するためである。円盤銀河が同等程度の質量を持つ別の銀河と融合すると銀河が破壊されるかまたは円盤銀河としては残らない。この事実は未解決の問題として残っているもののラムダ、CDM モデルが全く間違っていることを意味するものではない。しかし宇宙の銀河の数を正確に再現するように理論の さらなる改良が求められている。典型的な楕円銀河である A 素 325G004 マウス銀河は銀河の融合が進行しつつある例である。最も質量の大きな銀河は楕円銀河である。銀河の中では円盤銀河のように同じ方向に交点はせず、構成はランダムな方向に向かって進んでいる。古い構成から構成され、 ゴミはほとんど含まれない。これまで観測されたすべての大円銀河は中心に、超大質量、ブラックホールを持ち、これらのブラックホールの質量は、大円銀河自体の質量と相関している。また、大円銀河の円端の構成の速度を表すシグマと呼ばれる値とも相関している。大円銀河は円盤は持たないが、 円盤銀河の銀河バルジは、大円銀河のように見えることがある。銀河が多く集まった領域では、大円銀河が多く見られる。現在、大円銀河は、宇宙で、最も進化した系であると考えられている。大円銀河への進化の主要な原動力は、小さな銀河の融合であるという説は広く、受け入れられている。これらの融合は、非常に激しく、 秒速 500km の速度で銀河同士が衝突することもしばしばある。多くの銀河は他の銀河と重力で結びついており他の銀河の引力から逃れることはできない。銀河の大きさが同程度の時は結果として生じた銀河はどちらとも似ていないものになる。同じくらいの大きさの銀河同士の衝突のイメージを描いたのがサズである。融合の間。 両方の銀河の構成や暗黒物質は、他方の銀河の影響を受ける。融合の最終段階に向けて、重力一エネルギーや銀河の形が急速に変化し始め、構成の軌道も大きく変化する。この過程は、力学的緩和と呼ばれる。衝突中には秩序だった構成の運動は、ランダムなエネルギーに変わり、結果として生じた銀河では、構成は、 ランダムな方向に運動する。これが、楕円銀河で、我々が見ている姿である。触角銀河は、一体の銀河の衝突の例である。銀河内の構成の密度は希薄で、静観距離も長いので、両方の銀河の構成は衝突せずに通り過ぎる。しかし銀河内のガス雲は、重力の影響を受けて極部に圧縮され星形成の、契機となる。 したがって、衝突を免れた恒星も、若い星の重力や強い副射を受けるなど影響は少なくない。明るい青い部分は、銀河の衝突によってできた、若くて厚い恒星を示している。融合した銀河は、非常に多数の星形成の場にもなる。融合する銀河では、毎年太陽質量程度の数千個の新しい恒星が生まれており、これは、 銀河系で10個程度であるのと比べると非常に多い。銀河の融合で構成同士が衝突することはほとんどないが、巨大な分子雲は銀河の中心部に急速に落ち込み、他の分子雲と衝突する。これらの衝突によって分子雲の密度が高まり、新しい構成の誕生の場となる。この現象は近傍宇宙でも観測できるが、 10億から100億年前に形成された今日を見られる大円銀河の形成過程においては分子雲の量も多かったためより盛んであった。また銀河の中心部から離れた領域では分子雲は相互に衝突しこの衝撃が新しい恒星の誕生の,の刺激となる。このような激しい過程の結果として銀河が融合した後には 新しい恒星の形成のための分子雲はほとんどなくなる。銀河が大きな衝突を起こし、数十億年経過すると銀河に若い恒星はほとんどなくなる。これが今日我々が観測するような若い恒星や分子雲をほとんど含まない大円銀河の姿である。これは大円銀河が銀河の進化の最終的な姿であるためと考えられる。局所銀河群では 銀河系とアンドロメダ銀河は重力的に結合し、現在急速に近づいている。この二つの銀河が衝突すると、重力の影響で大きく歪み、銀河系外空間にガスやゴミ、構成を撒き散らしながら、お互いを通り抜けると考えられている。二つの銀河は反対方向に飛び去り、やがて減速し、再び引かれ合って、再度衝突する。 こうして、最終的に両方の銀河は、完全に融合し、ガスやゴミが流れ出て、新しい大円銀河が形成されると考えられている。アンドロメダ銀河は、実際にすでに歪んでおり、橋が巻いた形になっている。これはおそらく自身の友銀河との相互作用によるものか、または近い過去に矮小大円銀河と衝突したためで、あると考えられている。今の時代にも、 銀河団や超銀河団等の銀河の大規模構造は形成されつつある。銀河系や他の銀河に対する理解はかなり進んできたが、銀河系の形成と進化に関する最も根源的な問いにはまだ暫定的な回答しか与えられていない。ありがとうございます。